Stop it.赤城律子じゃないけどね。美里さんでもないけどね。似てへんでしょ、全然。で、さて。ここだけ似てへんだけやろとか言われて、やめても。そういうファン好きやけど。なんちゃって、ファンなんかおらんから。何がファンやで。不安なだけ。違うよ。ああ、お互いに不安なだけ。恋とかちゃうからな。日本の心配してないかい。うちしてるで。な。ほいね。じゃあ、アベノミクス、安倍さん。アベノミクス、安倍って名前じゃないけど。ミクス、ミクソン、安倍でもないけど。な。結局、まあ、ずっと田中が死なやったから。要するに、県政統計が死なやったから。だから一方の、優である声優会系。アホばっかりなっとって。実は。でも、知らなかったよ。田中の首脳が、経済繁栄続けようとしたから。だってしゃあねん、田中家系の弟子たちやねん。言われへんやん。谷川さんみたいにないないに言われへんやん、そんなの。かっこ。な。こちら。かっこ。な。で、その、うちうちでは分かってたでしょ。もちろんね、そんなの。だけど、言われへんや、田中の後継者として。もう経済範囲はあれですよ。どうだい、無理があったとは言わないけど、70年間よく頑張ったってことです。言われへん。まあ、60年目ぐらいだったら、60年間よく頑張ったって言わないです。橋本龍太郎。内々には言ってたでしょ。ちょっとポロって言ったこともあるからね。若干のテレビなんかのインタビュー。だけど、まあ、もう引退しちゃったら別に野中さんとかな、あのやめたら。ベロベロ喋っとったらなんか、やたらベラベラ喋っとってあるような。ヒンヒンヒンって聞いとったけどな。まあね、とブラックやったな。ブラック解放動画でした。野中さん。意外。意外でもないから言えない。んで、野中って言うじゃん。ブラックの人全員。な。ブラックが押しとったやろ。12日もおったかな、野中って言うな。で、結局、カリウドの人、カリウドケアで。もう、かなり最近までカリウド出たんちゃう野中家は。療養会療養会に、いたるんちゃう野中さんって。と思うよ。で、調べてない。でも、ちょっと思うよ。案外、うち調べてないことやけど。当たってるよ。おるはずやん。だって、野中とカリウド思うじゃねえか。それは知ってる。療養会に今何ぐらいおるかは知らんだけ。一人はおるやろ、ちゃうのさ。そんなんじゃあかんな。わからへん、何人おるかなんて。最低一人おるやろって印象や。絶対おるって心配してんだもん。な。で、結局だから、な。大先輩どころか、恩師と多分言うべき人やって、田中の板にとっては、学生さん。その人がキャッチャーになって、プロデュースした日本政治による、日本の技術労働文明。の繁栄、それで天下と天下じゃ地球トップに立った。事実上トップな。アメリカ総合上トップじゃなくてあかん時代だっただけな。でしょ。だからそういう計算もあるいうこと。計算の方法によっては日本が日本が世界の経済大国第1位になる計算もあるよ、そら。な、あるはずやろ。なんでかっちゅうたら、やめとこうか。こっから危ないな。そらいいとして。わかるでしょ。だから、負債とか、引いていく際に、アメリカ国債を、負債と見るのか。やめとこうか、この話。それで、結局、90年代にはもうアメリカの国家尽きていた。それ以降、米軍を養った日本経済がどんどん救われた。そして田中派の首脳がことごとく廃止にした。もう声優界に続きやってもらうしかなかったけど、嫌がるわな、その県政統計は。だからせめて加藤浩一さんになって、それがこけた。な。まあ、山崎さんが裏切った。そして、小泉に天下取られたけど、その小泉はもう声優界で。その後ろのともちろん森進一郎って書いてるの。
でもその富山から見たら蜃気楼やけど、能登半島から見たら蜃気楼ちゃうよ、あの人。当たり前のこと言うな。で、今日は、ユニチカ。高岡坊石。やめとこうか。それで、結局な、その、そこが面白いんちゃうと言っとくけど、この話。大事なとこは、さあ、っていうかけ、私で最初ははばっかりやったけど、ダーンって言っちゃった。ダーンって言っちゃった。ダーンって言っちゃった。トライとして、安倍さんはできたよね。そして、田中も安倍さんだけ必死で支えた。ん？田中派のお坊ちゃまの一人である石破さんだけがプイーってやったっけ。なんでかって。もう小沢一郎の一味やったっけ。もともとね。満州系、小沢、石破、山本、橋本、徹。舌がつくのは満州系の名字ね。竹下以外。竹下は明らかに、藤原竹の下なんかに満州系つきたくない。藤原は先生の竹の三日寿司。竹の三日寿司おるし。竹周知もおるし、別に。竹の下、ああ、藤原でっかくですね。竹下だけは舌がつくけど、藤原。名字。あとは名字ちゃうんです。竹下恵子さんいろいろと根血してあるだけ。微妙な春、でも、ずっとも春の系の顔でしょ。満州の顔っていうか、江南系の顔でしょ、それでも、まだ辛うじて。ね。うちら見たらパッチリ系じゃないけどね。藤原って本来、うちら見たらパッチリ系丸顔やん。これも藤原顔っていうの。うち典型的な藤原顔やん。ね。藤原一門しか、藤原宇治の顔やん。典型的な。母が佐藤めぐみって言ってるでしょ。で、母の妹が浅田美代子って言ってるでしょ。だから、母の、旦那が浅田って名字の人やって。その母が、うちの父、お辻通ると、の間に成したのがうち。で、代理母が、平家の、おかかわよ。現世のお辻よく、眼科医やんか。な、めちゃくちゃ、な、大この人物がすごい優れた人物やって。我の母ながら言うけど、ね。今、代理母やから、こうやって褒めたたいてね、ことある。で、しかも、それはさすが清盛の子孫っていう文力でしか褒めたたえてへんやろ。いいんちゃう？でしょ？さて。なんとほんまに清盛っぽい人もうちのお母さん。言っちゃった、言っちゃった。さらにとしてる。こんな清盛なんちゃうか。ほんまに。だって女いかがですか？こつぶちか。女は別に、地域でなんぼやから女はな。大事なこの話。女なんてな、絶対の個人事業、地域の。地域商店に向いてる遺伝子を飲むのときよ。組織社会、会社とかに取り込まれたらしんどいな、女は、本当は。わからんかな。アイドルなんか、あれとのか、しんどいねんだ、女は。あんな面白がってな、おっさんが可愛い子に表現してな。ねえ、だってその、あんな世界で男の価値が、だって上昇志向の男の女にしかすぎんし。女は水平志向だから。地域の個人商店やってたら、ほんまに死ねえ青年で、それをなんで潰したん？みんなの母を殺したいんか？ん？地域にはみんなの母を殺したのに、何やったのに、なんてことしてくれたの？ん？それか。まあ、山本武蔵信濃の話も次に後でするけどな。それは、トヨタ松下商科学会っていう文脈が怖いぞ。さて、それで石破さんには、今言ったように、実体文明、そして、日本農産物、これ大事だな。なんだか食べ飲み崩っちゃうのもうどうしようもないからあれやっただけやねん。安倍さんもわかってるよ。まだまだ拡大しようとしてるんだ、ベンです。政策としてはな。まあ、ゼロマイナス金利継続って。じゃあ、こけるとき必須だよね。バブル崩壊とかリーマンショックとか、今のコロナ禍以上の破滅的な終わり方するんだよ。アベノミクスだけ。あんなに持たせたらあかん政策やね。あれしかないね。なんでって。野党が金くれ、金くれって言うんだ。給料をよこせ、給料をよこせ、どっから？でもする脚力だけあるの？
済客力のが大事でしょ、勤め人やねんから。ちょっともう奴隷なん本当に、転職できるくせに。じゃあ都合により、転職したらまずいから、それも村社会の、何し、何しないし、みんな何を勉強していた、何時代の勉強なかった。石破さんには言ってほしい。しばらく田中が首相出してへんのから、石破さんも田中はないし、もともと角栄さんが政界に引きずり込んだ人なんだ。あ？今度は言うべきなのは決まってるやん。どの角栄やったら言えるよ。角栄次第。日本の技術労働による繁栄はもう終わったんですよって言えるのは石破茂しかおいよ。